ガルフ軍はアメリカ合衆国フロリダ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15,863人であり、2000年の13,332人から19.0%増加した。軍庁所在地はポートセント城市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ガルフ軍は1925年に設立され、軍名は メキシコ湾から取られた。ビワイチカが初代軍庁所在地となり、1927年に建てられた軍庁舎は今も残っている。1965年、軍庁は昔セントジョセフと呼ばれていたポートセント城に移された。ここは1838年にフロリダ州憲法制定会議が初めて開かれた場所である。ガルフ軍内にある東部標準時への 移行点アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は744.59平方マイルであり、このうち陸地554.60平方マイル、水域は190.00平方マイルで、水域率は25.52%である。ガルフ軍は、軍内で中部標準地と東部標準地が分けられており、二つの標準地帯に、 またがる国内でも珍しい軍の一つである。軍内のイントラコースタルウォーターウェイで分けられている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。地方選挙レベルで、ガルフ軍は民主党の地盤である。しかし週や国政選挙では共和党に投票する傾向にある。2012年時点で軍内の登録有権者は9479人であり。 民主党が5320人、共和党が3305人となっている。軍政委員会は5人の委員で構成され、2012年時点で民主党員3人、共和党員2人となっている。他の選挙で選ばれる、軍役人はすべて民主党員である。アメリカ合衆国会議員は、共和党のスティーブ・サザランドを送り出している。二千八年アメリカ合衆国大統領選挙では、 共和党のジョン・マケインが軍投票総数の69%を獲得した。2004年も共和党現職のジョージ・ W ・ブッシュが制した。軍内の公共教育はガルフ軍教育学区が管轄している。ありがとうございます。